こんにちは皆さん、 Working in Japan へようこそ。今回も引き続きレストランがテーマです。ステーキを注文するときに焼き加減を聞きますよね。焼き加減はいかがなさいますか？答えはなんと英語と一緒です。レア、ミディアムレア、ウェルダン。ラーメン屋さんでも似たような質問がありますよね。麺の硬さはいかがなさいますか？とか、麺の硬さはどうしますか？と聞かれます。答えは柔らかい、普通、硬い、針金、バリカタ、粉落とし。Working in Japan 見てくれてありがとう。もし知りたい日本語があったらコメントに残しておいてね。ではまた次回楽しみ。バイバイ。そういえば読んでステーキ食べたことないね。それはお前に金がないから。あ、確かに。